こちらは関東地方のとある家に設置された防犯カメラの映像です。深夜2時過ぎ、画面の奥から一人の男があるものを狙い侵入してきました。しかしセンサーライトが反応したため驚いた男は来た道を戻っていきました。それでも欲しいのか、1分後今度は画面左側から現れます。男が狙っているのは濃厚でコクのある美味しい卵を産む鶏として有名な名古屋コーチンでした。男は小屋の扉を開けようとしますが、なかなか開けることができません。悪戦苦闘する中、何か気配を感じたのか、辺りの様子を伺うと、いきなり走って逃げていきました。この家では先月も別の名古屋コーチン1羽と卵3つを盗まれたばかりでした。そのため防犯カメラを設置していたのです。ペットとして飼っていたという男性は、名前もつけて飼ってますので、連れ去られたのがとてもショックで悲しかったですね。なので犯人にはもし生きてたら、すぐにでも返してくださいっていうのは言いたいですよね。飼い主の男性は警察に通報していて、現在警察が犯人の行方を追っているということです。